苦しさはあるけれども、子供のために私の生活は一生隠し通します。でも本部さんがここに来たら、ここだけは私男になれるんです。本当の自分になれるんです。だからこの場所だけはずっと続けてください。そうおっしゃってるお母さんにいます。だからどんか遠い話とかテレビの話とかそんなことじゃなくて、もしかしたら隣にいるかもしれない。もしかしたら子供が通ってるクラスに一人はいるかもしれない。本当もあります。わからないこともあるのに、それを当たり前のように映らない状況の中で、この大量生産の大量消費は物だけじゃなくて言葉とか物質もそういうふうに大量生産の大量消費されているんじゃないのかな。点が線になって線が面になっていくように、いろんなことが今広がってきて、10年前にも考えられないものがその中で、子供たちがどの情報が本当で、どの情報が嘘で、これからもそういうことが子供たちが、私たちが子供たちと違った情報の世の中にいるんじゃないかな、そういうことを表明した展覧会だったので、無限のゼロというものだったんですけど、私のホームページとかにコンセプトとか書いたのもありますし、先ほども言いましたように、私、今日の講演は脱線ばかりだったでしょう。で、YouTube の方に脱線をカットしたバージョンをアップしている。それが本当のコメント。すごい、なんかすごいコメント上手な人みたいになってるよ。だってもういらないのを全部省いて2時間のコメント1時間になるの。だからこの人すごいコメント上手だなと思って、エージェントから依頼があって、実際喋ったら脱線ばかりですよね。ということで大丈夫、まだ脱線しました。大丈夫ですか。ありがとうございました。この中には先生の話を聞いて、ぜひとも個展に行ってみたいなって思ってらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、大体どれぐらい最低額、どれぐらいの金額の絵の金額をちょっと教えていただきたいですか。今日は合集の本をお持ちしているので、立ち寄って帰って皆さんに差し上げる本がなかったの。今度この絵金額で繰り上がるのか、発達とかつまるから、絵が買えなくても300円のクリアファイル買えるでしょう。手紙の話じゃなくて、何か皆さんがすごく光栄に、なんかすごい素晴らしいご感想。ありがとうございました。はい、他にご質問どうございますでしょうか。はい、すごい。どうぞ。はい、すみません、マイクの方を置いておきますか。なんかすごく好きな男の子がいて、はい、好きなんですけど、はい、それよりも前に好きな男の子はいませんで、あ、いっぱいいましたよ。いっぱいいました。子供の小学校で来まして、バレンタインデーにチョコレートを作って持ってた、その子のうちに渡さなくて恥ずかしくて、で玄関の前に置いて帰った。そしたらそのチョコレートを持って、そこの家のお母さんがいらして、嫌がらせはやめてください。それ以外にも、好きな子がいっぱいいました。でもまあ、考えませんと、もちろんね。そこが気になった。じゃあ、このそこのメインの話を固定の時にトークショーで。すごい。